と江戸時代に戻ります。江戸時代といってももう来年は2000年です。そこでちょっとあの着物を変えて新しいイメージで菊池悦子さんに歌っていただきます。風流江戸小唄なんてね。どうぞ。どうもありがとうございました。